はいどうもおはようございます。じゃあ今日も質問に回答していきます。でいただいた質問が、えー、ホイールホイールつかハブボルトかハブボルトに関してですねで先日ホイールを外したところハブボルトが錆だらけになっていましたこのサビを防ぎたいんですけれどもそのためにモリリブ系のグリスを塗ろうと思いますこのやり方どうでしょうか森本さんのお、えー、考えをお聞かせください。 あくまでグリスを塗る目的はかじりとか固着防止じゃなくて錆止めになりますということなんでこれに回答していきますはいでまあここはですねいろんな意見ネットとか調べても出てくると思うんですけれどもあくまで僕の考えなんですが僕はハブボルトこちらにですねグリスを塗ることはやらないです、まあ、むしろグリスを塗ってしまうとオーバートルクになるかなと思うんですね あのまあモリブデン系のグリスもそうですし、うん、たまにいらっしゃるのがあの浸透潤滑剤 CRC とかラスペネあれを、えー、ホイールボルトに吹きかける人いるんですけれども、えー、これをやってしまうとオーバートルクになってハブボルトを痛めてしまう、まあ破損してしまう可能性があるんですね。えー、ボルトにナットがついてまあくるクルクルクル回りますよね。 でそこにグリスとか塗ってしまうとこう滑りやすくなってしまう、まあ、摩擦ケースですかあれが減ってしまってえ思った以上に締まってしまうつまりオーバートルクですねオーバートルクになってしまうということがありますのでそうなってしまうとこのボルトボキッと折れてしまったりなってしまうのであんまり良くないかなと思います。 なので僕は、まあ、ハブボルトサビ、まあ、だらけ、まあ、どこまでサビだらけなのか分かんないんですけれども、まあ、そうなってしまうと、まあ、ワイヤーブラシで掃除すればいいんじゃないかなと思いますワイヤーブラシでゴシ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 ですねでそのネジ山ネジ山をゴシゴシするとかであんまりひどいとうーんそうですねまあタップとかでこうガリガリガリ削っちゃうとかでどうしても何ともならなければハブボルト交換すると いいう風になってしまいますねあタップじゃないかダイスか、えー、ボルトだから、えー、ダイスとかでさらうとかねそういったことをするかなと思います、えー、なんでわざわざ,わざわざというか、うん、あえてグリスを塗るようなことはやらないですねあのー、一時期なんか僕も試してみたんですけれども明らかにオーバートルクになりましたね、えー、何グリスだったかなあれも多分ね黒いグリスだったんでモリブデン系だったと思うんですけれども、えー、本当のとこどうなのかなと思って僕一回試したことあるんですよグリス塗って 閉めたらいつまでたってもトルクレンチのカチカチが鳴らないんですよね。ああこれはダメだと思ってやめたんですけれどもなんでそういったまあ僕の実体験もありますのであんまりやらない方がいいかなと思います。であの逆逆じゃないけれどもトラックとかはむしろあのエンジンオイルを塗ってくださいという指示になってるんですね。えー、そうかなうんそうだな何がいいかな 横浜タイヤとかのホームページとか見ると、あの大型タイヤの大型トラックとかのホイールの締め付け方みたいな。なんか図があるんですよ。それ見てみるとエンジンオイルをむしろ塗ってください。塗りましょうという風うな啓発が書かれています。で、あのトラックに関しては塗るんですね。これの理由としてはですね。これ、僕の解釈間違ってたらちょっとご指摘してほしいんですけれども、あのちょっと僕もね。正確な。<laughs> 知識がなくてですねこの辺りちょっと申し訳ないんですけれどもあの僕が聞かされてたのはですよなんでトラックにはエンジンオイルを塗るのかっていうのはですねあのトラックのボルトっていうのは太いじゃないですか乗用車とか軽自動車に比べて明らかに太いですよねなのでそのナットをこう入れた時のその摩擦の係数が大きいんだとで大きすぎるのであの乾いた状態 オイルを塗ってない状態だとその正確なトルクを出すことができないためにあのエンジンオイルを薄く塗るんだというふうに聞かされました。えー、これ合ってますかね？あ <laughs> のご存知の方いたらぜひコメントで教えてほしいんですけれども、だからトラック系にはエンジンオイルを塗るんだというふうなまことを聞かされたんですね。なんでまあトラックは例外としてですね、えー、塗りますエンジンオイルを。 まあそれはそれとしてですねいいんですけれどもそうじゃない普通の車は、うん、塗らない状態、えー、ドライな状態でいいんじゃないかなというのが僕の意見です,、はいえっとですね。トラックの方のボルトにエンジンオイルを塗るに関してですけれどもネットで調べてみるとこれはですね愛知工科大学自動車短期大学ですね、のなんかホームページとかになんか実験のグラフとか載ってますね。 あのエンジンオイルを塗らないとやっぱりトルク不足トルク不足というかあの,軸の力です、ね、これホイールナット締め付けするそのトルクって結局あのボルトの引っ張りをですね出したいわけですからその引っ張り力で、まあ、あの引っ張りの力を確保するためにトルク締めするんですけれども、えー、エンジンオイルを塗らない状態だとやっぱりこの軸の力が弱いっていうふうになるらしいです。 そうなってくると、やっぱり規定登録で締め付けても、緩んでしまう可能性があるそうです。で、エンジンオイルを塗ると、やっぱり規定通りに締まるということなんで、まあ、ながち、僕の聞かされてたことは間違いじゃなかったのかもしれませんね。はい。このあたり、えー、僕はあくまでこのホームページを参考にして、えー、グラフで見ているだけなんで、まあ、多分そういうことなんだろうと思うんですけれども、より詳しい方いたらですね、もうコメントの方で、えー、ぜひ教えていただきたいと思います。はい。というわけで、 こんな感じです。今回はこの辺りにしておきたいと思います。はい。というわけで、えーと、今回の動画は以上となります。また何かありましたら、この下の質問フォームへよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。